お世話になってます、立花です。今回は我が家のペットボトルじゃねえわウッドデッキのペンキを塗り替えたいと思います。我が家のウッドデッキはちょうど私の部屋とアニバナさんの部屋の前に設置されています。水洗いは前日に済ませてあります。今回の現場監督、コロちゃんです。よろしくお願いします。私はペンキ塗りを経験したことがなくて、主に母花さんと父花さんがウッドデッキのペンキを塗ってます。今回は私と母花さんチームでウッドデッキのペンキを塗り替えていきます。ペンキを塗ったりするのは初めてなんですけど、結構楽しいですね。ちなみにこちらのウッドデッキほとんど使われていません。なぜかというと日当たりがとても悪いからです。前方に見えるのがコロハウスなんですけども、コロハウスのちょうど影になってます。父花さんチームなんですけども、今日はペンキ塗りではなくお野菜の収穫をしています。今日は大根とネギを収穫するみたいです。その頃の現場監督コロちゃんの様子なんですけども、お座りしてました。話を戻すと、こちらのウッドデッキ、アニバナさんが部屋を出入りする時にしか使っていません。日当たりも悪いので布団を干したりすることもできません。どうしてこのウッドデッキを取り付けようと思ったんですか、お父さん。ほんの出来心です。子供たちが喜ぶかと思って、最近流行りの映えを意識してみました。使わなきゃ意味ないですけどね。なのでウッドデッキでできそうな企画があったら、お気軽にコメント欄に書いてください。ペンキが塗り終わるまでもう少しのところまで来たら、コロちゃんが見守ってくれてました。もう一踏ん張りですね。手伝っているつもりなのか、途中から穴を掘り始めてしまいました。ほとんど使用していないんですけど、ウッドデッキに一応ドアがついてます。いつもはドアを閉めずに開けっぱにしてます。母花さんと息合わせてドアの両面を塗っていきます。土花さんチームはネギの収穫が終わったみたいです。現場監督コロちゃんなんですけども、カメラに気づいて日向ぼっこ中ですね。最後の階段の部分を2人で塗ってペンキ塗り終了です。あんなにも汚かったウッドデッキが、あらー、なんということでしょう。ピカピカのウッドデッキに早変わり。築18年とは思えない仕上がりになりました。隙間なく塗られてますね。ウッドデッキでおしゃれな動画が撮れそうですね。ここでインスタ映え狙えますね。ペンキの塗り替えが終わったので勝利飯を作っていきます。今回は福島県のご当地グルメ、浪江焼きそばを作ります。福島県民の方いますか？いたら自首してください。浪江焼きそばの完成です。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、何これ、もちもち麺とソースの辛みが最高なんです。うどんのようなコシのある極太麺に濃厚でスパイシーなオリジナルソースが絡みついて最高ですね。それからアニバナさんが会社の人からもらってきたメロンをマリトッツォに入れて食べました。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、何これ、メロンと優しいクリームの甘さがベストマッチなんです。見た目はボリューミーなのに優しい軽いクリームの甘さでペロリと完食してしまいました。外で一仕事した後の甘いものは最高ですね。皆さんもぜひマリトッツォにメロンを挟んで食べてみてください。ペンキ塗り終わったからさ、妹欲しいんだけどはい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は動画の中ではあまり活躍していないウッドデッキのペンキを塗り替えてみました。家族で DIY の動画もいいですね。もっといろんな動画を家族で撮っていきたいですね。お父さんはどんな動画が撮りたいですか？お父さんは家族で野菜の収穫